ランカストリアはキュナードラインの客船。第二次世界大戦中に撃沈され約4000名の犠牲者を出した。ランカストリアはキュナードラインの子会社アンカーラインの客船ティレニアとして建造され1920年に浸水した。16,243トン、176メートルで乗客1,785人を乗せることができた。1 9 2二年六月十九日に 初乗航海に出発した。1924年にランカストリアと改名され、イギリスニューヨーク間の定期航路に就航した。1932年からは地中海と北ヨーロッパのクルーズ船となっていた。第二次世界大戦の勃発により、ランカストリアは貨物輸送を行い、1940年4月には兵員輸送船として徴用され、 ノルウェーからの撤退に参加した。ランカストリアは、ダンケルクからの撤退後に行われたフランスからの撤退作戦、エアリアル作戦の際に撃沈された。6月14日にリバプールを出港した、ランカストリアは16日にロアール川の河口につき、翌17日までに4000から9000名を乗せた。16時頃、ランカストリアは、 ドイツ軍の188爆撃機による攻撃で3発の直撃弾を受けた。ランカストリアはひっくり返るように沈没し、生存者は2477名であった。ありがとうございます。